はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、今日はね、実はフィボナッチ数列っていう問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。これフィボナッチなんですよね。もうつい最近気がついたんですよ。全然気がつかなかった。僕ね、もう努力と根性でもう一生懸命頭で考えてやってたんですけどね。さあ、1の正方形の横に2の正方形を、その下に3の正方形、その4横に4の正方形を、その下に5の正方形をと並べます。1の正方形の一辺を1センチとするとき、1、丸6の正方形の一辺を求めなさい。丸2、15の正方形の一辺を求めなさい。ね。さあ、もう一回確認してみましょう。さあ、1の正方形の横に2の正方形。さあ、1と2は一緒ですね、これね。そして、1と2の正方形、その下に3の正方形。ね。これとこれ。ね。で、そして、その横に4の正方形。これとこれですよ。ね。さあ、そしてその下に5の正方形、これとこれですね。で、そしてその横に6の正方形というふうにね、やっていくときに6の正方形を求めなさいと。で、この時に、1の正方形の一辺を1センチとするわけです。1センチ。ね。1センチ。2も1センチです。ですから、3は2センチです。そして4は、1たす2の3センチですね、これ。で、そして、5はというと、ね、これね、2たす3の5です。ね。じゃあ、これ6の正方形を横に書くんですけれども、ね。こうですよね。そうすると、これ4の正方形は3で、5の正方形は5ですから、6の正方形は8ということになりますね。ですから6の正方形は8センチです。ね。で、15の正方形です。ね。15の正方形は、まあ次7がこれだってのは分かりますよね。そうするとこれが5と8ですから、13センチの、正方形。ここも13。ここも13。ね、これは7ですよ。8はこうですね。こんな感じですよ。ね。で、ただもうこれでもいっぱいですね。かけるのはね。で、もうこれはもう規則性を見つけて解くしかないわけです。ね。もちろんこれ、もっとでかい紙広げることできますけどね。さあ、1の正方形の正方形の一辺は1です。ね。さあ、そして2の正方形の一辺も1です。さあ、3の正方形の一辺は1たす1の2です。4の正方形の一辺は1たす2の3です。5の正方形の一辺も、この前の2つ、2たす3の5です。6の正方形は、3たす5の8です。さあ、フィボナッチなんです。で、7の正方形は5たす8の13です。ですから、15も同じようにやることができます。さあ、8の正方形。今度、8の正方形は、8たす13。8たす13。21ですね。さあ、9、10、11、12、13、14、15までやってみましょう。さあ、9の正方形はこの前2つ。13たす21、33。10の正方形、21たす33。54。
11の正方形、33たす54、87。12の正方形、54たす87。これどっかで間違ってる？ 8 でしょ？ 13 でしょ？ 21 でしょ？あ、ここで間違ってんのか。34だね、これね。ちょっと待ってね。はい、34。21たす34は、55。さあ、11、34たす55、89ですね。さあ、12、さあ、55たす89、144です。さあ、13、89たす134、220、233。さあ、14まで来ました。144たす233、377。そして15はこの前2つ。233たす377。500、600、610ということになりますね。ですから15の正方形の一辺は610センチということになるわけです。前の2つを足したものが3つ目。ね、3つ目。前の2つを足したものが4つ目。前の2つを足したものが5つ目。前の2つを足したものが6つ目。前の2つを足したものが7つ目。前の2つを足したものが、8個目と。で、これがフィボナッチなんだということね。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップ、高評価お願いします。では今日はここまでにしましょう。